願いします。では赤字の計画でよいしょ。優しいんだから優しい。打たないんかい打たないんかいさあ行きましょう。まずは赤チーム、キックオフ。さあ中央から、さあこぼれ球、赤チーム左サイドカット、チャンスゴール前だー最初打たないから、まずは20秒、あっという間1対0。さあ赤チーム切り替えていきましょう。20秒、先制緑チーム1対0。さあ中央ポストプレーから、そのまま倒して左サイド行かせない、シュートブロック、ダメだ、報復ゴイ、報復ゴイでしょ今のダメですか、ですか危ない危ない。さあ立ち上がりからハプニング、最初ミレボール再開、左サイドが行ったでしょ。さあ前に1枚、危ないか、全てチャンス、いやここもコントロールできず、シュートはこれは枠の外。さあ立ち上がり1対0、ミドルチーム1点リード。中央ダイレクトカット、そのままダイレクト、これはブロック、このキック。さあまずは立ち上がり、ミドルチーム先制、左サイドからショートコーナー、ライン際近いところ折り返しはカット。さあミドルチーム近くに預ける、中央ここは焦らず右サイドナディ、ミドルボール。さあ1戦目、中央からはミドルチームポストに、ごめんなさい誤報です。さあそのまま右サイド中央キープ、赤チームが狙っていく、股抜き、さあここはハンド取りましょう、ハンド取りましょう、赤ボールさあ立ち上がりドタバタ両チーム、行きましょう、赤ボールの世界。さあ縦に預けるボール、そのまま中央、さあここはシュートまで行く、いやー惜しい、左足はパスで行こう。さあ緑ボールから再開、中央速いボール、そのままキープして右サイド取らず、そのままライン際残して中央チャンス、ワンツーゴール前、ダレスキーゴールだここで決めていく1対10。で赤チームの方キーパー交代です、赤チームの方キーパー交代です。さあ立ち上がり終了間際、追いついてきたのは赤チーム、行きましょうミドルチーム中央から、さあここはトラップ見られてカットになるか、一旦後ろ、さあそのまま浮かすボール、走らせる右サイド欲しい、ナイスラン、ミドルボール。さあいい時間で追いついてきた赤チーム、1対1、左サイドからドリブル中央ポストラン、うまい、渡れたー、ダイレクト欲しい、これは枠を捉えきれず。さあ赤チーム見せるドリブル、縦は取らずナディ、赤ボール。さあ右サイドから赤ボール、中央フリーで1枚、そのまま預けてプレッシャー、前から寄せていく、縦に左サイドダイレクト折り返し、胸トラップからゴール前まで。さあキーパーから右サイドフリー、そのまま中央カット、赤チームチャンス、いやー行かせない、ナイスカバー、そのまま中央フリー、さあ前に1枚、速いボール、ナイスディ、ここも行かせない、赤チームナイス、長いボールチャンス、いやいいボール、スピンで止まってダイレクトだー奥ポストナイスゴール。さあこれで逆転、赤チーム2対1、行きましょう。さあ中央からは緑チーム右サイドに展開、ダイレクト狙ってる、さあコールドマン、赤チーム拾ってそのまま中央キープ、縦にボール逆サイドフリー、いやナイスさあこれで3対1、赤チーム乗ってきた、行きましょう。さあ緑チーム立ち上がり20秒から点は取れず、中央3対1、2点差、見せろダル中央カット、さあまたカウンターに行けるか、中央から行ってほしろ、ここはリードの余裕。さあ左サイドフリー、そのまま縦にドリブル、逆サイドボールシュートまでだ、速いです、ここは赤チーム速いです、赤ボール。ではごめんなさい、赤チームの方先にキーパー交代ですね、赤チームの方キーパー交代です、あざす。さあ残り時間2分、3対1、赤チーム1戦目リード、右サイドから縦に速いボール、ライン際、さあしっかりとキープ、カットになるか、繋いでいく、中央からダーレディチャンス、そのまま右足ダーシ、これは枠を捉えきれず、赤ボール。さあ残り1分半、赤ボールで再開、左サイド縦切りナイス、前からカット浮かせてゴールダーナイス、狭いところ決めていく、3対2。さあ残り時間1分30秒、3対2、ミルチーム追いかける、縦にドリブル、左サイドには大丈夫、大丈夫、赤ボールで、赤ボールでいきましょう、ボディコトコト足元気をつけましょう。さあ赤ボールで正解、一旦後ろ、
そのまま縦は取らずチャンス。さあ3対3から4対3左サイド一人で行く、ダー惜しい、これは角度がない。さあコーナーチャンス、ショートコーナーのダイレクト合わせきれず惜しい。さあ残り1分、赤ボールから、さあミドルチーム前から行く、中央プレッシャー浮かすボールワンタッチ、さあ流れたボールは赤チームキープ右サイド、そのまま中央奪い返せるか、混戦チャンス、いやレディワンタッチ、さあもう一度縦にここは切っていくミレボール、さあミレボールミドルボールです。さあ残りが30、一点差追いかけるミドルチーム、左サイドは中央そのまま前を向けない、ダイレクト、ダイレクト、ミドルボール。さあ、赤チームしのいでいけるか、1点差、右サイド、ライン際、中央からスペースがある、ハイボールだ、ナイスキー、さあ、長いボール、ナイスカット、さあ、また前からカット、こぼれ球、赤チーム、中央キープ、そのまま縦から、いやー、トラップ乱れて、ミドルチーム回収、さあ、ラスト、ラストワンプレーいきましょう、さあ、同点で終わりたい、うまい、いやー、スルーパスは届かず、さあ、ラストワンプレー、ロングスロー。さあこぼれ球拾ってラストだー最後はふかして3対2赤チーム勝利。いきましょう、2戦ビブラショールですね、2戦目キックオフお願いします。さあまずは1戦目赤チーム3対2で勝利、ナイスカット。さあ赤チーム温まってる感じ見せるかな、縦にボール、いやニアサイドはキーパー対応、そのまま左サイドライン際縦は通らず中央からそのまま3対3うまい、ゴール前折り返せないかナイス、ここはそのまま追い込んでいくナイスナイス、サイドラインビブラシボール、さあビブラシブ赤チームの厚い壁、ファーサル1枚速いボールカット、さあそのままカウンター左サイドナイス、また抜きはそのまま流れてキーパーまで、さあキーパーから近くに預けるボール左サイドプレッシャー高い位置から赤チーム中央ポストに入ってくる、ヒールで流して中央もう一度、さあポストプレーからワンタッチ預けてカットできるチャンス、あとはキュールでダーナイスキーナイスキー、さあこぼれ球一旦後ろもう一度組み立て直し、赤チーム流れてビブなしボール、さあ左サイドからビブなしボールで再開ワンタッチ、そのまま中央危ないか、さあ微妙なボール右サイド収めたのはビブなしチーム、右サイドからここもつないでいく、さあ中央から左サイド展開、いや味方同士、さあこぼれ球またビブなしチームか、赤チーム回収、さあ左サイドフリー浮かしたボールトラップ流れてビブなしボール、さあ立ち上がり1分半両チームまだパスがつながらず中央そのままドリブル、いやナイスカット、さあキーパーから長いボールはここは胸トラップカット、そのまま4対3中央からシュートだナイスキー、こぼれ球打ち切れず、さあまた拾ったのはビブなしチームセカンドボール、ポストプレーからスルーうまいだー惜しい赤ボール、さあ左サイドから赤ボールで再開、立ち上がり終了間際ワンタッチ、そのまま流れてさらにで赤チームの先にキーパー交代ですね、赤チームの方キーパー交代です、何ですか、あすぎましょう、さあビブラシボールで再開、立ち上がり終わって0対0一旦後ろ、さあゆっくりとルカップロングはないかチャンス、あとはキーパーゴール前ナイスキーファインセーブ、さあ左サイドから中央折り返し、そのまま3対3からポストプレーターンして左サイドシュートプレーだー、これはワンタッチコーナーキック、さあビブラシボールコーナー左サイドからニアサイド寄ってくる速いボールカット、こぼれ球どっちだ、赤チームキープできず一旦キーパーまでダイレクトヘディングだーこれは背が足りない、行きましょう赤ボール中央から左サイドフリー逆サイドいいボールナイス、さあもう一本逆まで通ればチャンス、中央ないでないで行かせないビブラシム、そのまま混戦キープドリーダー落ち着いて流し込んでいく赤チーム先生、さあ残り時間半分中央から中央から行きましょう、さあ残り時間ちょうど半分決めてきたのは赤チーム先生1対0行きましょう、さあビブラシボールで再開、そのまま左サイド縦に仕掛けるか切り返してまだ行く、いやーこれはさすがに角度がない、赤ボール、さあキーパーから赤ボールで再開右サイド危ないか前からプレッシャーナイスナイスナイスビブなしボール、さあ右サイドビブなしボール中央速いボールワンタッチそのまま預けて行かせない切り返してうまいナイス、さあ右サイドいやーここはクロス危ないナイスキー、
さあキーパーからクリアに変わって赤チーム逆サイドキーパー左サイドのプレッシャーうまい縦から逆サイドつながるダイレクトトラップ流れてカウンター行かせないナイスさあドリブル行かせないさあビルシュムチャンス3対1からドリブル左サイドいやいボールだバーに直撃赤ボールを押して赤チームの方キーパー交代です赤チームの方キーパー交代です最後さあ残り2分1対0リードを上げてカーッとチャンスいいよナディさあこぼれ球シュートはブロックナディさあキーパーから赤チーム中央フリーそのままターンして3対1見せのいいよいボールな折り返し上がりきれずビブラシボールさあ1点差追いかけるビブラシボール中央内防そのまま勝負1対1からドルルかわして左だナイスキーもう1本さあこぼれ球拾っていく左足行かせないナイスディナイスディここで囲んでいく赤チームドル中央カットチャンスカウンター2対1から見せのドフリーゴールだ早いここは切っていく赤ボールさあ右サイドが残り1分浮かせボールファーサイドは上がってないさあここは赤チーム拾っていく一旦後ろ右左サイドの展開そのまましっかりとキープ折り返しはビブラシオが待ってるナイスディさあ左サイドから追いかけるビブラシボール中央ワンタッチカットナイディビブラシボール攻めさせない赤チーム残り1分さあ1点差追いかけるのはビブラシーム中央からポストの1枚かわして左サイドカットドリーダー浮かせてバーの上さあ追加点ならず赤チームさあキーパーから中央ポストプレーさあしっかり収めて3対2戻りたい赤チームヒレゼルラゴールだここで追加同点ゴールさあ残り30残り31対1いきましょうさあ一点勝負残り30秒追いついてきたのはビブラシーム高いボールキーパー対応さあキーパーからビブラシーム中央さあここ赤チームしのぎたいヒレゼルラいいボールいやナイス残してナイスでビブラシボールさあラストラストワンプレーいきましょうさあラストワンプレーナイディさあコールドマンダイレクトダーナイディ危ないだーポースト危ないダーナイスキープレーオンダーラストは詰め切れず1対1の同点ありがとうございますナイスゲーム緑ボールキックオフで真ん中からいきましょうさあ3戦目初顔合わせいきましょう緑チーム対ビブラシームまずは中央さあ縦に預けてポストプレー囲んでいく前からプレッシャー危ない危ない危ないダーナイスゴール前キーパー止めるナイスキーナイスキーここはカバーリングナイスさあ右サイドからコーナーチャンス立ち上がりシュートまでこれはポストレコ緑ボールさあまずは立ち上がりから押し込んでいくビブラシーム左手のプレッシャーそのまま中央取れればチャンスかナイスさあダイレクト中央から2対2浮かせたボールはキーパー対応さあキーパーから緑チーム前には3枚中央そのまま一旦ダイレクト長いボール内防左サイドからイヤレスクリアここはしっかりセーフティー左サイドから逆サイドダルトだ惜しい狙いすぎたかあと10センチさあ先制ならず流れてサイドラインミドルボールさあ右サイド行きましょうミドルボールです再開中央そのまま左に預けるダイレクト中央ワンツー抜け出すゴール前追いつけられたービブラシチームついていけずまずは先制1分15秒さあ中央から中央から行きましょうビブラシボールさあ立ち上がり先制は緑チーム行きましょうビブラシチーム追いかける左サイドプレッシャー中央からダイレクト右なでてさあ前のスペース切り返して逆サイド1枚ゴール前に1人中央からナイスイ行かせない緑チーム縦には入れさせないいやーカットいやないでいいさあワンタッチこぼれ球見せてオーバーラップつないでいきたいライン際縦から折り返しナイスイまだある見せのヒールで落としてナイスイここも行かせない流れてサイドラインビブラシボールさあビブラシボールで再開中央さあ1対0ミドルチーム1点リード右サイドもう一度中央預けてミドルナイスキーこぼれ球押し込めずさあカウンター3対2から早い切り替えナイスキーそのプレッシャーさあ右サイドカットはビルシムこぼれ球流れてサイドラインミドルボールさあ左サイドミドルボール中央そのまま預けて
右サイドいいボール、チャンスダッシュと間に合わせる、キーパーがっちりキャッチ。さあカウンターは行かせてくれない、遅らせていく緑チーム。さあ中央から、さあゆっくりとルックアップ、一人は中央でくすいも緑チーム。さあしのいでいきましょう、ダイレクト左サイド、そのまま縦は行かせてくれない、ナイス。さあバックパス危ない、いや危ない危ない、サイドラインビブラシボール。さあ左サイドからビブラシチーム、いやこれも角度がない、コーナーキック。さあ中央に1枚、ファーサイドから速いボール、ネボートラップからシュートコースはないか、だーまた抜け欲しい、こぼれ球ナイスキーナイスキーナイスキー。さあ残り時間半分、ビブラシチーム決められない、右サイド縦に1枚長いボール、これは流れてゴールライン、ビブラシボール。さあ残り時間半分、1点リード緑チーム、ここ2枚で送らせていく、プレッシャー2枚投げていい、さあ切っていく、危ない、なあ危ない、囲まれる、ごめんな、なあなあそのまま囲まれて追加点さあここで2対0、さあ中から行きましょう、2対0緑チーム追加点、残り時間2分30秒。さあ左サイドからいった中央、前の1枚、さあ緑チームまた追い込んでいく、ポストプレーからまずうまい、左サイド詰まったか、ここは縦はかわせず逆サイド、さあ見せろ、いいボールだー、うまい、これはうまい、キーパーの足元。さあこれで2対1、1点差、残り時間あと2分、いくぞ。さあまた1点差、追いかけるのはビブラシーム、見せろ敵チャンス、3対2、いやー厳しい、このボールは足元を収めきれず。さあ早いリスタート、長いボール左サイドからダイレクト落とし中央、決まらず、さあカウンター3対2、そのまま2対1から切り返し、いやーポスト直撃、さあそのまま3対3、その1人かわして、いいよ、左足はバーに直撃。さあコーナーキック、コーナーキックです、ミドルボール。さあ残り1分半、2戦どうだそのまま走り込んで追加点、緑チーム3対1、ナイスゴール。さあ残り1分ちょっと、また2点差、中央からポストプレー、カットは緑チーム、さあそのまま左に預けてチャンス、また1人で縦からゴール前、いやーここで3点。さあ4点目、追加点4対1、いきましょう。さあビブラシチーム厳しい、これは厳しい展開、3点差、残り1分。さあラインが見せるが中央、さあまずは1点ずつ返していきたい、プレッシャー危ないないで、緑チーム追いかける。さあ右サイドフリー、前に1枚、左サイド長いボール、レボー、そのまま切り込んでシュートボール、ダーレスキー、ここもキーパービッグセーブ。さあ右サイド、そのまま味方同士中央狙ってくれた、ここもシュートはバーの上、残り30、点差詰め切れず4対1のまま、最初よっ、さあ緑ボールです、再開。さあ中央降りてくる、そのままポストプレー、右サイドから縦に長いボール、ワンタッチ欲しい、コーナーキック。さあ残り時間あとわずか、左サイドから中央、ニアサイド、ファーサイド、ダイレクト、ダー惜しい、中央合わせきれず。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあラストワンプレー、キーパーから左サイドプレッシャー、さあビブラシーム、もう1点返して終わりたい、4対1、プレッシャー危ない、いつものパターン危ない、追い込まれて中央から右サイド、さあスルーパスはこれは厳しい、キーパーまで。さあラストのプレー、緑チームキーパーから左サイド、さあ3対3から中央ドリブル、そのまましっかりとキープ、危ないか、いやまた抜けた敵。さあラストゴールで、あとは決めるだけだラストは意地の一発、4対2、ミドルチーム勝利、ありがとうございます。で赤ボールキックオフでいきましょうか、2周目1戦目お願いします。最初、さあ赤ボールです、再開。さあ中央からまずは赤チーム、さあ1戦目ミドルチームに敗れた赤チーム、 2周目勝ちに行きたい、2枚で囲んでいく、カット、ナイスでいい、そのままカット。さあ中央から右サイド赤チーム、縦にドリブル、折り返しはカット、さあそのまま2対1からいいボール、
Yeah! ナイス、うまい。これはセクシースルーパス。まずは先制30秒。さあ赤チームまた追いかける展開。1戦目中央から縦に預けるボール、ナイス。サイドライン赤ボール。さあ左サイドから赤チーム近くに寄ってきたところ、さあ中央も寄ってくる。さあ左サイドに固まってる全員、シュートはブロック、赤ボール。さあまずは立ち上がり先制、緑チーム中央ナイボール、ゴール前、いやーわずかにポストの横押し、ミドルボール。さあキーパーからいきましょう、ミドルボールで再開中央、ポストプレーからダイレクト右に与えてゴール前、さあ寄せていきたい、ゴール前、いやナイスブロック、危ない、コーナーキック。さあ緑チームが追加点狙いかけるニアサイド、そのまま行った後ろダイレクトはホームラン、赤ボール。さあ赤ボールで再開、キーパーから左サイド、さあ中央に1枚、ポストに入ってきたところ、もう一度左に与えて、さあここも行かせない、ついていく緑チーム、カット、危ない危ない。さあもう一度中央ポストプレー、右に与えてチャンス、2対2から折り返し、あーここは戻ってる緑チーム、さあカウンター2対1から左サイドフリーで逆サイド角度ぐらい折り返しだナイスゴールで赤チームの方キーパーゴールです。赤チームの方キーパー交代です。さあ立ち上がり2分で2対0、厳しい展開、赤チーム中央。さあまずは1点取っていきたい、左サイドから中央プレッシャー寄せていく、ナイス。さあ右サイドフリー、そのまま切れ込んで左サイドいいボール、ドリブル中央カットインから右サイドナイスカバー、シュートボール、いやーこれは力がない、そのままプレーオン、プレーオンです。さあキーパーから緑チーム、さあここはゆっくりと左サイドプレッシャー、前から赤チーム追いかける、ナイディ縦に預けるボール、ダイレクト叩いて中央、ダイレクトいいボール、さあ見せるな、そのまま一人で勝負、この前ダーこのシュートはポストの横押し、危ない危ない。さあ3点目狙いにかかるのは緑チーム、右サイドからさあフォロー越し縦に流れてくる、そのまま中央2枚でブロック預けて縦から、いやー長いか欲しい、ナイスラン。さあキーパーから緑ボールで再開、残り時間半分、左下といいボール、そのままオーバーラップ中央から預けて、ここはしっかりと戻ってる赤チーム。さあ2対0、緑チーム2点リード、中央からそのままドリブル、ここは靴紐を待ち縦を取らず、そのままチャンス、さあまずは1点預けてキーパーキーパー早い飛び出し、そのままクリア、赤ボール。さあそろそろ1点欲しい、赤チーム2対0、中央からドリブル、さあ見せる1枚シュートってこれも枠は捉えきれず、緑ボール。さあキーパーから緑チーム中央プレッシャー、さあ見せる降りてくる、そのまま預けて、さあもう一度ポストプレーからターンして見せる、ナイボーダイルト、いや惜しい、これもジャストミートできず、赤ボール。さあ行きましょう、赤ボールです。再開、キーパーから長いボール、ここはミレージウム回収、そのまま中央から3対3、右のずれダイレクト中央、いやーまた抜きシュートはキーパー。さあ左サイドからミドルボールで再開、逆サイドは通らず、赤チームカット前に2枚、そのまま長いボール、これは浮かせすぎたヘディングカット、そのままつながらず、ナイスうまい、また抜き中央。さあここは左まで流れて縦は通らず、切り替えたい、切り替えたい、赤チーム3対2から中央だで赤チームのキーパーです、赤チームのキーパーチェンジです。さあ残り2分、残り2分いきましょう、赤ボール2対0、ナイディ赤ボール。さあ緑チーム1点も入れさせず、逆サイドワンタッチ、赤ボール。さあ赤チーム1点取りたい、残り時間1分半、右サイド浮かすボール、ヘディングだったポスト直撃、郵便です、いきましょう、ミルボール。さあキーパーからロングスローは届いて、右足ナイスブロック、コーナーキック。さあ緑ボールコーナー、さあ中央からニアサイド寄ってくる、ファーサイド1枚、さあ赤チーム3枚でブロック、ダイレクト中央うまい、ダーカブギーだしっかり落としていく、3点目厳しい。さあ3対0残りが1分、赤チーム左サイドが、さあ中央一旦後ろから中央もう一度ヒールで見せろ、通らずそのままカット、さあ預けて3対2から見せろ、うまいだフィニッシュ吹かせて追加点ならず、さあこれは助かった、まだ3点差。さあ残り時間30ちょっと、左サイド逆サイド1枚、
いやー、ミロチもいいです。ナイディナイスディラシー、そのままカット、右サイド、さあ囲まれる中央からナイスキープ、さあそのまま狭いところ通してダイレクト折り返しカット、これもクリアに変わってミロチーム回収、さあ左サイド降りてきてフォローナイス、さあ左サイドからかわしていく、折り返しナイディ、さあチャンス勝負、いかせない、早い、いやー戻りが早い、2対2からそのまま中央カットはミロチーム、さあラスト、ラストワンプレーいくしょ、ラストのプレー、さあ赤チーム1点返して終わりたい、ラストのプレー3対0中央、さあそうでしたか、いやーここもワンタッチ、緑チーム硬い、長いボールダーッ惜しいそのまま緑チーム完勝3対0、赤ボールキックオフお願いします。さあ2周目の2戦目、赤チーム対緑チーム、前からカット、いきなり中央行かず、さあこぼれ球拾ってそのまま中央立ち上がり、ビーブラシム左セット、さあ速いボールライン際残していった後ろ、さあ中央からポストプレー、そのまま切り返しゴール前ダイレクト、さあ赤チーム縦に預け中央ダイレクト、いやー戻りが速いか、前の1枚そのまま味方とかぶって左サイドダイレクト中央取らずチャンス、さあ2対1赤チーム中央から、いやー戻りが速い、ナイディナイディ、さあ送らせて左サイド赤チーム浮かせたボール届かず、ビブラシチーム回収、そのままライン際行かせない、ナイスディ、ここは2枚でブロック、さあ中央ちょっとパスが中途半端になったところ中央ナイス、さあ3対2チャンスはビブラシチーム、見せるが逆サイド折り返せれば、うまいだーナイスキー、さあキーパーからこぼれ球赤チームカウンターは行かせてくれない、敵危ない、さあ中央ヒールでナイスシードはダーじゃあスタミいただけず危ない危ない、さあ赤チーム連戦の疲れが出たか、中央キーパーから見せる1枚、さあゆっくりとボールキープ、長いボールはここはビルシム回収、さあ縦にドリブル右サイド、ここもしっかりとついていくのビルシム、ポストプレーからそのまま縦に預けるボールチャンス、ファーストサイドフリー、いやー自らニアサイド狙っていく、まだあるこぼれ球折り返しシュートは打てない、さあ赤チームキープ、右に叩いてそのまま縦にドリブル仕掛ける中央、さあここはしっかりと4枚戻ってる、そのままカウンター左サイド厳しいボール赤ボールさあ立ち上がり0対0ワンタッチ後ろ、さあ右サイドから中央ポストに入ってきたところダイレクト投進サイドライン微妙なボールで、ごめんなさい赤チームの方先にキーパー交代ですね、赤チームの方キーパー交代していきましょう、あざす、さあビルフォールが最下位、立ち上がり終わって0対0、右サイドプレッシャーナイス、そのまま勝負、いやこれは強い、そのまま流し込んでまずは先制、赤チーム1対0、最初中央から行きましょうさあビブラシボールです、再開まずは先制、さあ右サイド、さあここは靴ひも待って中央から後ろに預けるボール、前には2枚両サイドドリブル中央スペースがあるかわしていくナイス、さあそのゴール前左サイドが折り返しだこのクロスは厳しい、合わせきれず、さあ赤ボールで再開、左サイドがプレッシャー、さあ見せて早がり長いボール内防、いやー惜しい、トラップ収めきれずビブラシボール、さあ中央からポストプレー、そのまま倒して逆サイドだ、これも合わせられないビブなしチーム、さあ立ち上がり終わって1対0チャンスだこれはもったいない、ここで同点、ビブナシチーム1対1ナイスゴール、さあいい時間で追いついてきたビブナシチーム振り出し、残り時間半分、ポストプレーからカート、そのままいやー惜しいナイスディビブナシボール、さあ見せど中央フリーで1枚、ここはいかせない、赤チーム戻ってくる右サイドから逆サイドオーバーラップ、そのまま中央を預けて、さあここはターンしてシュートボール、ダーレスキーナイスキーパー、危ないこぼれ球打ち切れずナイスクリア、ビブナシボール、ビブナシボールです、さあ右サイドビブナシボール、右サイドからニアサイド、いやポスト直撃、追加点ならず、1人ワンツードリブルから逆サイドまで行かせない、さあカウンターダーナイス、ゴーイン強引にヒールで中央ナナイス、さあここで逆転で赤チームのキーパー交代です、赤チームの方キーパー交代です、失礼します、さあ残り2分で逆転ゴール、ビブラシーム2対1シュートはナイスキー、これはキーパー正面、さあキーパーからビブラシーム中央ミサイルフリー、さあここはしっかりと前から
ついていく赤チーム。さあ前から取れた、大丈夫、長いボールナイスカット、さあ見せろ、そのまま中央流れたボール、ベルジョン回収、そのまま預けて中央からナイスデイ、さあ前に1枚カウンターチャンスゴール前ナイスゲイ、ここもキーパー対応、さあ見せるフリー、そのまま縦から中央ポズレダーターンはできず、そのまま流れてサイドライン赤ボール。さあ残り1分30秒、赤チーム追いかける1点差、中央カットこぼれ球ダイレクトは行かせないか、中央キープ、そのまま左に流れてここはフォロー越し逆サイドナイボール、さあ見せるが1点後ろ、さあ押し上げていく赤チーム、残りが1分、長いボール、うわうまい、ダークリア、ここはしっかりと弾き出していくビブラシーブ、さあ1点差追いかける赤チーム内でしっかり前からチェイス、さあ追いつけるか赤チーム、残り1分、長いボールヘディングカット、そのまま中央ナイスロップ、うまい、いやーここもいかせない、スカーこぼれ球ダイレクト流れてサイドライン赤ボール、さあ見せる赤チーム、中央2枚でプレッシャー、そのまま3枚でカット、ショートカウンターシュートフライダーレスキーダー追加点まだある、この前いやなにない、さあ赤チーム危なここでダメ押し3点目残り30秒、さあ赤チーム厳しい、さあ残り30で2点差厳しい赤チーム、ラスト前に1点返したい、中央からプレッシャー、いやーナイスデイナイスデイ、さあキーパープレッシャー危ない、なあここでダメ押し4点目、さあラストラストワンプレーゲーション4対1、さあこれで安全圏内、ビブなしチームラストプレー、さあ1点返して終わりたい赤チーム、見せろ、そのままドリブル流れて試合終了ありがとうございます4対1ビブラシ勝利、ブラシーボールでいきましょう、2周目の3戦目お願いします、さあいきましょうか、2周目の3戦目緑チーム対ビブラシの中央、そのまま左下の速いボールナイスカット、サイドラインビブラシボール、さあまずは立ち上がり中央カットは緑チーム、そのまま右に預けて狭いところライン際一旦後ろダイレクト見せろ、さあこう中央切れ込んで縦にボール出し、ここはキーパーまで、さあキーパーからビブなしチーム、さあミスタードフリー、さあここは寄せてくる前から緑チーム縦に預けるボール、前は向けない、そのままカット、さあ中央取れるでしょ、取れるか取れるか大丈夫ですか、緑ボールで緑ボールでしょう、あすさあ緑ボールで正解、中央から長いボールはカット、さあチャンス3対2から見せの早上がり、いやー味方に当たってこぼれ球ナイスキーナイスキー、これはビッグセーブ、さあ右サイドからビブナシーム、中央に1枚ファーサイドダイレクト空振り、危ないか、そのまま危ない追いかけていられないこれは油断したビブナシーム、ナイスナイスチェイスかな、さあ先制弾立ち上がり1分10秒、さあビブラシーム切り替えていきましょう、あそこまで追ってくる中央ポストプレー収めきれず、ビブラシームカット縦に預けて3対2、うまい、いやうまいだビブラシチーム、さあ動揺隠しきれず失点2対0、いきましょう、さあ緑チーム立ち上がりから2ゴール、左サイドからライン際フォロー越しマイナス折り返しヒールで流してゴール前浮かすボール、トラップからいやーシュート折れない、さあヘディング中央つないでいくビブラシチーム、見せろ中央パスプレーから前は向かせてくれない、預けて左サイドダイレクトダイレスキー、こぼれ球カウンター前に1枚ナディナディ、さあ拾っていく緑チーム、いやまた抜けていけない欲しい、緑ボール、さあ左下が緑ボール立ち上がり終わって2対0、中央ポストプレーからワンタッチうまい、ごめんだ狙いすぎたか追加点ならず、ビブラッシュボール、さあビブラッシュまずは1点返して落ち着きたいところ、左サイド縦に預けるボール、そのプレッシャー2枚ないでナイスでビブラッシュボール、さあ左下がビブラッシュチーム近くに預ける逆サイドフリー、いやいボール惜しい、ここはキーパークリア、そのままこぼれ球拾って中央折り返し左サイドオーバーラップ、いやドリブルは流れてキーパーからロングスローだー惜しい空振りビブなしボール、さあ右サイドビブなしチーム一旦後ろ、
さあ中央から平井セルでかいダイレクトワンツー平井ダーポスト。さあカウンターチャンス1対1勝負。左サイドライギは折り返しは誰もいない。さあ今度はビブラシオのカウンターチャンス3対2。右サイドから戻ってくるミドルチーム、左サイド厳しいミドルボール。さあ残り時間半分、ミドルチーム2点リードのまま変わらず中央降りてくる。左サイド早上がり、ここは行かせない、ないでいい。さあそのまま近くに預け中央プレッシャー取れればチャンス。さあ前からプレス、長いボールはサイドライン、ビブラシボール。さあ左サイドからビブなしチーム押し上げていく、中央浮かせたボール厳しい、そのままゴールライン、ミドルボール。さあキーパーから右サイド、緑チーム縦に預けてそのまま突破、イエー強い強いナイス、あとは触るだけ。さあここで3点目、いきましょう。さあビブナシチーム3点差厳しい展開、残り時間2分ちょっと。さあ中央カーッとそのまま切り返して、さあここはリードの余裕、ナイスクリア、ミドルボール。さあミサイルが一旦後ろ、ポストに1枚、狭いところ。さあ左サイド、オープンスペースがプレッシャー、縦に預けるボール、さあつながる足元、こぼれ球、ビブなしチーム、預けるダイレクト、チャンス、3対2から、ゴール前、フリーで、折り返し、ダーレディ、ナイスで、さあカウンター、2対1、そのまま中央、ドリブルしかシュートで、ナイス、ここはシュートで終わっていく。さあ、ビブなしボール、右サイド、残り1分半、長いボール通らず、緑チーム、カット、そのまま中央からかわしていけない、惜しい、ビブなしボール、さあ、早いリスタート、中央から。シュートレッダーこれもバーの上、ビブなしチームゴールマウスに嫌われる。さあ私ですか、あですコーナーキック、コーナーでいきましょう、コーナーでいきましょう、ノータッチ当たってないですか、当たってない、あですでミドルボールか、ミドルボールから正解いきましょう。さあ残り1分、そのまま流れてゴールライン、ビブなしボール。さあ残り時間1分、3対0、ビブナシチーム無得点では終わりたくない、ミドルプレッシャー中央から、ここも寄せてくるミドルチーム、カットこぼれ球、カット2対1、ヒレゼルがシュート、ナイスブロック、ここはいかずないコーナーキック。さあ残り30、ニアサイドカット、そのままチャンス、いやーいかせない、送らせてくれ決めちゃって4点目、ダーッ、これは決めきれず。さあ残り30いきましょう、ビブラシブ1点返したい、中央から右サイドプレッシャー、高い位置から寄せてくるミレーチーム、ダイレクト長いボール、ここはミレーチーム、そのままキーパーまで。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあラストワンプレー、1点返したいビブラシブ、左サイドライン際中央いいボール、さあそのままワンツーはいかせない、ナイス、さあ1人で突破できず、ないでいい、いいよ、ないでいい、そのままカット、ラストワンプレー、シュートレーダーナイスそのまま4点目、ミラージュ勝利、ありがとうございます、どうす、本日も寒い中アイダスフットサルバック渋谷コスタルのボリータお集まりいただきありがとうございます。3チーム熱戦お疲れ様です。もう1試合残して MVP だから、一名さん本日の MVP キレキレ、ミドルチームのあなたはなしですねちょっとやすい、ミドルチームの7番イブシギンの活躍めちゃくちゃうまかった、バランス取ってありがとうございます。キーパーの助っ人も何か一言言っときますか。あ、はい、ありがとうございますナイス、もう一度拍手、ナイスプレー、おめでとうございます。